お世話になってます。弾丸論破実況プレイ、まあ、親密度イベント集めの旅ですね。続きをやっていこうと思いますが、まあ、なんかうまく配分することで各パート2人分ずつぐらいで詰めていけたらいいなって思ってたんだけど、むずいむずいんで、もういや、ちょっと切り悪いところで終わっちゃうかもしれないけど、だいたい1パート30分前後でやっていきます。今回は石丸くんの最後だね。最後が残ってんのと、あとその後藤崎さんを見ていこうかなって思ってます。いいかね石丸くん最終行ってみますね。そうだな、たまには休憩でもするか。僕の入れるお茶は美味しいぞ。ああ、お茶を飲んだ。毎回風呂に入るわけじゃないんだな。プレゼント、じゃあ、ミレニアム検証問題。クレイ数学研究所が発表した7つの数学問題。一問でも解けたら賞金100万ドル。これはでも勉強好きだからっていうカテゴリーじゃない気がするけどね。これ藤崎さんなのかなって思ってたんだけど、石丸くんに行ってみる。お、そうか、そこまでして僕と仲良くなりたいといいのか。嬉しいじゃないか。嬉しいじゃないか。あー、まあまあいい方のコメントですね。よかった、どうやら喜んでくれたみたいだ。じゃあこのまま行きましょう。苗木くん、どうだ、これから一緒に自習しないか。本当に自習すんの。あー、招いてくれてる。僕の部屋に来たまえ。わからないことがあれば手取り足取り教えるぞ。これ親密度イベント進めると結構招いてくれるのね。いやー、手取り足取りまではいらないけど、前園さんもギャル島さんも招いてはくれなかった。まあ女子は誘ってくれないか。じゃあ一緒させてもらおうかな。無論だ。では行こう。石丸くんの部屋どんな感じかね。私物内系、参考書とかが積まれてる感じかな。お？ん？あー、でも標語とかね。なんかちょっと風水っぽいやつが飾ってなかった壁に。若干の葉隠れ臭。いやー、いらっしゃい苗木くん。この部屋に招き入れた客人は君が初めてだ。うん。では早速だが、苗木くんに問題を出してあげよう。問題？出し合いすんのか。自習っぽくないな。構えなくても大丈夫。簡単な問題。基礎中の基礎の問題だ。ははは、解けて当然の問題だよ。遊びだ、遊び。そこまで言われると逆にプレッシャーが。では問題だ。数字の0を数の概念として初めて確立させた国はどこだと思う？まあ、クイズですよね。インドだな。数学の0を確立させた国。確かアジアの国。ああ、アジアの国。ヒントですね、だいぶね。まあ、インド。これは世界史でも出てくるな。インドじゃなかったっけ。正解だ。やるではないか、苗木くん。さすが僕が見込んだ男だな。いいかね。よし、僕もやる気が出てきたぞ。これからも一緒に努力を重ねて、怠惰な天才どもに目に物を見せてやろうではないか。あのさ、石丸くん。何事だ何事だ。どうした。石丸くんってなんか天才って言葉をやけに嫌うよね。目の敵にしてるように感じるか。え？うん。だがその通りだ。なかなか鋭いな。過去に何かあったのかい。でもどうして？僕が乗り越えなければならない人物。誰よりも尊敬し、誰よりも憎む人物。ああ。その天才とやら、だからだ。え？つまりだな。はあ、身内か。石丸虎之助。僕の祖父の名前だ。聞いたことはないか？ええー、そうなん？かつての日本国総理大臣だよ。でもなんか中流って言ってたよね。むしろ貧しい方って言ってたけど。まあ、総理大臣イコールお金持ちっていう図式は間違ってるかもしれないけど、中流ではない気がするな。総理大臣？うん。隠し子のとかいや、ちょっとわからんな。外務大臣、内閣官房長官を歴任し、そして内閣総理大臣まで上り詰めた男。
それも何の後ろ盾もなく。はあ、高卒の学歴しか持たないにもかかわらずな。田中角栄チックな感じ。まさに天才。努力せずとも何事もこなしてしまう人物だったらしい。そんなすごい人が石丸くんのおじいさん。その通りだ。祖父が天才だったと。天才ゆえに挫折知らず。凡人にはありえないスピードで出世していったらしい。だがそれゆえの反動もあった。甘い気持ちに動かされ、ありゃ彼は汚職事件を起こしてしまったのだ。日本史の教科書に載ってそうだな。天才ゆえに世の中を舐めていたんだろう。少なくとも僕はそう判断する。うん。それ以降の彼は出世したのと同じスピードで転がり落ちていった。政治の世界から追われただけではなく、事業の失敗も相まって一気に落ちぶれていったよ。そんな祖父の残した借金は、ああそうなんだ、今も残って僕ら家族を苦しめ続けている。だから憎むようになったのか。その祖父も数年前に死んだ。晩年の彼は誰とも口を聞くことはなかった。あれだけもてはやされていた祖父なのに、葬式に出席したのは身内がほとんどだった。そうだったんだ。いいかね。天才、それは運命に与えられた財産だ。だがそれは悲劇であるとも思うのだ。大切な努力を知らずして進むことができてしまう悲劇。それゆえに一度つまずいてしまえば天才ほど弱いものはない。祖父のようにな。それが理由、石丸くんが天才を嫌う。嫌うっていうか、まあ天才にだけは負けられないっていう強い気持ちがあるんでしょうな。祖父の件はいい教訓だ。天才などという言葉に惑わされてはならないのだ。僕は努力という確実な力を身につけ、祖父以上のことを成し遂げてみせる。いいかね。だから苗木くん、共に頑張ろうではないか。努力した者こそが報われる社会を作り上げるためにな。そうだね。といっても僕は石丸くんと違ってそんな大それたことができるわけじゃないけど。しかし苗木くん、僕は本当に嬉しいぞ。この学園は天才ばかり、つまり敵ばかりだと僕は思っていた。ああ。そんな場所でまさかこんな話ができる仲間を見つけられるなんてな。大和田くんともこういう感じで腹割って話せたんですかね、あのサウナでね。君と会えたことは僕の財産だ。一生ものの財産だよ。これからもよろしく頼む。互いに協力し合い、努力し合おうな。うん、こちらこそ。いいか。よし、では自習の続きだ。続けるんだ。石丸くんのことがよく分かって、なんだか心が通じ合えた気がする。本当の意味で彼と仲間になれたってことなのかも。ここはスキルポイントですか。みっちりと実習した。じゃあ通信も見てみよう。学生は勉強のプロであるべきが信条。学生同士の日常的な会話すら勉強が必要だと考えている。学校に休みはあれど、学生という生き方に休みはなしが信念。常に制服を身にまとっている。努力こそがこの世界の全ての答えであるべき。それを証明するために努力によって天才を超えた凡才を目指している。祖父が辿った天才という悲劇を教訓として、努力という確実な力を身につけ、祖父以上のことを成し遂げようとしている。まっすぐだね。まあちょっとまっすぐすぎたのかもしれないね、石丸くんはね。いろんなものに。だから心が壊れてしまったんだろうな。ねえ、誰よりも努力ができるっていうところを生かして何かを見せてほしかったけど、その機会を与えられなかったね。悲しいね。先の展開をこう思い返すとテンションが下がるね。まあでも楽しかったけどな、自由行動を一緒に過ごせて。じゃあ次は、じゃあ藤崎さんと自由行動一緒に過ごしてみようと思います。あ、トレーニングルームの近くにいるんだね。どうしたの？あの、苗木くん、いつからそこにいたの？ああ、そうか。チャプター2の冒頭でね、トガミにすげえ嫌なこと言われるんですよね。あの直後だから落ち込んでいるのか。一緒に過ごそっか。そうだね。気分転換した方がいいよね。あの、じゃあいいかな、苗木くんと一緒にいても。
藤崎さんと一緒にのんびりとした時間を過ごした。何をするでもなく。いいですね。藤崎さんと少し仲良くなれたみたい。プレゼントどうしよっかね。多分女の子らしい可愛いものを渡しても喜ばないんだよね。まあプログラマーっぽいものか、あと男らしいものに憧れてると思うんで、そういう系。強戦士の鎧く藤崎さん、強戦士の鎧どうかな。え、くれるの。俺は喜んでるかな。なんか気を使わせてばっかりで本当にごめん。これは、少しはですね。そうか。じゃあ、もともと藤崎さん用かなって思ってた。ミレニアム検証。これもまあ別にプログラマーっぽくはないけどね。数学でも好きなのかな。お、あ、ほぼ絡めている。ありがとう、苗木くん。本当に、本当にありがとうね。これマックス？あ、よかった。どうやら喜んでくれたみたいか。そこまでですかね。あれ？あ、そういうこと？イベント発生しない。あれ？ 2 章じゃダメなのか。はーん。チャプター2、3回目の自由行動。この日の朝ね、あの食堂で大和田くんと男の約束をするんだよね。それで、うん、復活してますよね。落ち込んでる状態ではなくなったから奇遇だね。この状態で誘うとイベント発生するような気もするな。やった、苗木くんとお話しするの好きなんだ。こんなこと言われたらな、嬉しいよな。村正あげちゃう。お反応が違う。こっちの方が好きなんかな。斬鉄剣より村正派。これもらっちゃっていいの。嬉しいな。なんか元気が出てきたよ。ああ、同じなのか。少しはか、まあ、別リアクションですかね。2パターンあるのかな。どうしたの藤崎さん、どうかしたの。なんか痛くなってきちゃって。何が、怪我でもしたの。あのね、うん、そうじゃなくて、昨日の夜蚊に刺された。蚊がいるの、この学園にも。そうか、ヤブカかい。蚊に、なんだ、そっか、痛いって言うから怪我でもしたのかと。確かに蚊だったら痒いって言いそうだけどね。勘違いさせちゃった、ごめんなさい。勘違いさせがちだから、うん、謝らないでよ。僕は勝手に勘違いしただけだから。でも痛くなってきたって、そんなに刺されたの。うん、そうなんだ、見てよ。そう言って差し出した、まあ、彼女か、まだこの頃は彼女っていう表記ですね。彼女の白い腕には大きく腫れ上がった跡があった。書きすぎて痛くなっちゃったってこと。うわ、こんなに、どうしよう。かゆいの通り越してなんだか痛くなってきちゃって。無比無比ないかな。まだ保健室入れないですもんね。でもこんな腫れるほど刺されたなんて、寝てる間に刺されたのかな。違うよ。うん、起きてたよ。え、起きてたのに気づかなかったの。まあ、刺されてる時はね、気づかないよね。気づいてはいたんだけど、いたんだ。え、あのね、昨日の夜ね、ふと見たら腕に蚊が止まっていて、そのままにしていたら血をいっぱい吸われちゃったの。ああ、観察していたっていうか、気持ちはわかるけど。見てたの？叩かないで。だって叩いちゃったら死んじゃうでしょ。あ、虫も殺せないっていうことか。そりゃ死んじゃうだろうけど。あのね、きっとお腹が空いてたんだよ、うん、だからあんなにたくさん血を吸ったんだと思うよ。子孫をね、残すために蚊は血を吸うんですよね。そんなにお腹を空かせているのに何もあげないのはかわいそうだから。蚊だよ。ナイ君は冷酷に殺すタイプだからな、顔。でも蚊だって生きてるし、それに家族だっているかもしれないし。ごめんなさい。いや、謝ることじゃないっていうか、とにかく書いたりしない方がいいよ。もっとひどくなっちゃうから。でも、でもどうしても痒くなっちゃったら、そういう時はさ、爪でパ
バッテンつければバッテンつけるね、確かにね。収まらないけどね収まらないけど、確かにあんま書きすぎてもあれだからっていうので、爪でバッテンをつけたりはしますよね。バッテンっていうか、なんか後つけますよね、爪でね。それ内菊もやるんだな。私は収まるよ。俺だけだと思ってたあれは結構みんなやるものなんですかね。へえ、そうなんだ。収まらないけどね、かゆみ。すごいね、内菊は物知りなんだね。この展開でこの小動物的な笑顔、きっと狙ってないんだろうけど、だとしたらなおさら恐ろしいな。それにしてもなんだか不思議だよね。不思議って？あのね、だってこの学園は密閉されているんだよ。蚊なんてどこから入ってきたんだろう。あー、植物庭園かな。あそこはね、噴水もありますもんね。あそこで蚊が繁殖しているのかもしれん。もしかしてこの学園の中に虫が生きられる自然でもあるのかな。ある。あった。この学園の中に自然が、まあないとは言い切れないかもしれないけど。それかさ、外に繋がる秘密の抜け穴でも存在するのかもしれないよね。抜け穴か。何してもきっと出られるはずだよ。出たかったな、藤崎さんと一緒に。みんなで協力すればきっとすぐに出られるはずだよ。そうだね、やっぱり協力は大事だよね。でもこの学園の外で生きていくにしても、藤崎さんいたらめっちゃ強いもんな。と言っても足を引っ張るばかりであんまり役に立てないかもしれないけど。そんなことないよ、藤崎さんが協力してくれるのは心強いって。心強い、本当に。だから一緒に頑張ろうね。ありがとう。うん、ありがとうね、苗木くん。先の展開知ってるからな自由行動が楽しげであれば楽しげであるほど辛くなってくるよな。じゃあもう一回行きましょう。パソコン系のねプレゼントとかがあればマックス行きそうですけど、ないよな案外な。マウスパッドとかねあればね。これとかどうかな宝石なんだね。超人たちに伝わる宝石。悪魔にだって友情あるんだ、バカ野郎。そして涙まあ強い男に憧れている藤崎さんであればアシュラは好きなどうかな。あー、同じかな。これもらっちゃっていいの。村正と同じですね。少しはのやつかな。なかなかズドンと来ないな難しいな。ああ。どうしたん？どうしたの？なんか重いため息だね。あのね、なんか申し訳なくて。また何かに申し訳なく思っているのかい。みんなが頑張って出る方法を探しているのに全然役に立ててないから。そんなことないよね。そんなことないよ。むしろじゃクリア済みの俺から言わせてもらうと、藤崎さんが一番役に立つからね藤崎さんなかったらもうバットでしたから。でもいいんだ、本当のことだから。どうせパソコンがなければ何もできないし。あー、まだあのノートパソコン取ってはいないのかな。いや、もう取ってるのかな。せめてもう少し体力があればちょっとみんなの役に立てたのに。今アルターエゴ組んでるぐらいの頃ですかね。でもきっといつか来るはずだよ、藤崎さんの能力が必要な時がさ。だからそんなに焦らなくても大丈夫だよ。能力が必要な時、そしたら役に立てるように頑張るね。コンピューターのことなら自信あるから。そうだよな、なんといっても超高校級のプログラマーなんだもんな。でもさ、藤崎さんはどうしてプログラミングを始めたの。もうなかなかねきっかけはないですよね。え、いや、プログラムとかってやっぱそんなことはない、そんなことはないと思うけど、やっぱり男性がやるイメージがあるからさ。いやバカなエギ変かな。いや、そうじゃなくて理由が気になっただけなんだよ。性別関係ないよね、プログラマーって。藤崎さんがプログラミングをするようになった理由がさ。あのね、理由はね、大したことじゃないんだ。子供の頃から体が弱くて、外で友達と駆け回ったりできなくて、だから暇つぶしに家にあるパソコンをいじったら、
それが思った以上に楽しくてさ。でね、お父さんが、システムエンジニアで、仕事でいろんなプログラムを組んでいたんだけど、お父さんの作成途中のプログラムを見つけて、勝手にそれを改造して遊んでいたんだ。すごいね。改造しちゃったか、いきなり。そうやってできたのが最初に自分で組んだプログラムだよ。どういうプログラムだったの？自動応答システム。自動応答システム？まさに、アルターエゴの原型か。ユーザーとの対話を通して言葉を理解し、ユーザーが求める情報を見つけ出すシステム。つまり、キーボード入力以外の方法でコンピューターとやり取りできるシステムだね。いきなりそれを作ったの。ユーザーとの対話を通して言葉を理解するキーボード以外の入力方法。それってつまり、まあ、念力で入力。音声入力ってことかね。音声入力してたよな、アルタエゴも。音声入力？そうなんだ。応答の声に自分の声を使ったら、それと会話してるのが面白くなっちゃってさ。なんか自分の声じゃないみたいなんだもん。夢中でいろいろやっていたらできちゃった。子供が自分の声を録音して聞いて遊ぶのと同じ。いや、違うな。遊びにしては高度すぎるし。俺もよく遊んでたな。喋ろくっていう玩具があってね、昔。このシステムの肝となるのは情報が正しく入力されるかって点なんだけど。つまり音声入力の精度だね。日本語って複雑だから苦労したんだ。でもそれを完成させたの。そうだね。しかもちょうど完成させた頃。天才だな。これは石丸くんが憎む対象の存在だな。勝手にプログラムを改造していたのがお父さんに見つかっちゃって、怒られると思ったんだけど、逆にね、すごく褒められたんだよ。まあ、お父さんも当惑気味に褒めたんだろうな。あのシステムは自然言語理解にも取り組んでいて、それによる対話型の情報絞り込みをやっていたんだけど、その操作性がすごく良かったみたいで、情報検索の歴史が変わるぞとまで褒められたんだ。お父さんもちょっと変わってるんだな。実際コストの問題でまだまだ普及には至っていないんだけど。でもそれ以来、プログラミングに夢中になっちゃってさ。こんな自分でも人を喜ばせられたってことが嬉しくて。藤崎さん、本当にコンピューターが好きなんだな。すごいよね。だってその話になるとすごく生き生きしてるもんな。うん。あ、ごめんね。なんか勝手に一人で喋っちゃった。すごく面白かったよ。藤崎さんの話。え、本当に？だからさ、また藤崎さんの話を聞かせてよ。じゃあまた一緒にお話しようね。約束だよ。なんかすごすぎて戸上の自慢話とか霞みますよね。藤崎さんすげえわマジ。あー、スキルアルゴリズムを獲得。これで2回目終了だね。あと2回かな、藤崎さんは。ああ、自分の音声を録音するのが好きそうでしたよね。まあ、その後、再生機器ごと消滅するアイテムですけどね、これは。自動消滅カセットテープ行ってみるか。誰にもあげたことないもんね。これはいいんじゃないか。少しはか。いやー、少しはしか弾いてない気がするな。喜んでる顔が見たいんだけどな。3回目の自由行動ですね。あのさ、苗木くんが嫌じゃなければだけど、また一緒にお話しない？いいよ。彼女にこんな風に頼まれて断れる人間がいるなら会ってみたい。だったらさ、もう少し藤崎さんのことを教えてよ。いいけど何を？藤崎さんは今どんなプログラムを作ってんの？それもすごいものなんでしょ？今はまだ研究段階なんだけど、前に話した自動応答システムを流用したちょっと複雑なプログラムだけど、詳しくは話せない。研究費を出してもらってる企業さんとの契約もあって、これがまさにアルタエゴなのかな。そっか、盗まれたりしたら大変だもんね。ごめんなさい。別に苗木くんを信じていないわけじゃないんだけど、でも約束だからごめんね。いいんだよ。話せないようなことを聞いた僕の方が悪いんだし。あ、でも
ちょっとだけヒントを言うくらいなら多分大丈夫。いやー、やめた方がいいと思いますけど、お仕事でやってるんであれば。アルファベットで AI。 ヒントは AI、 そのまま解釈すればいいんだよな。人工知能、バーチャルリアリティ、人工知能だよね。あ、バレちゃった。もうズバリ言ってるしね。ヒント言いすぎちゃったかな。どうしよう、どうしよう。約束破ったのがバレたら怒られちゃう。大丈夫だよ、絶対に誰にも言わないから。自分が悪い部分もありますよね。うん、そうだよね、苗木くんだし大丈夫だよね。だったらもう行っちゃおうかな。いや、よくないそれは。あのね、今開発してるのは今までなかったような人工知能で、ちゃんと人間と同じ思考回路で人間の仕事をこなせるような強い AI なんだ。強い AI、人工知能研究の分野では強い AI と弱い AI って問題があってね、本当にこう言うんでしょうね、きっとね。弱い AI は人間的な認知能力を必要としない程度の問題解決を行うソフトウェアのこと。機械自体が本当に思考しているわけじゃなくて、プログラムに従って処理しているだけってこと。一方の強い AI っていうのは真の自意識や自我を持つコンピューターのこと。強い AI の観点からすると、正しいプログラムは精神を持つってことになるんだけど、でもその考えに否定的な学者も少なくないんだよ。まるで SF みたいだけど、それを藤崎さんが作っているの？でも今はまだまだ研究段階だけどね。人間並みの知識や知性を持つプログラミングに関してはかなり進んでいると思うけど、自我や自意識となるとまだまだ先、もしかしたらずっと完成しないかもしれない。そうなの？あのね、なんていうかちょっと変な話になっちゃうんだけど、どんなにプログラムを優秀にして複雑にしても、人間の脳モデルのシミュレーションが可能なほどのハードウェアやソフトウェアがあったとしても、それだけじゃ足りないと思うんだよ。心ってこと？いくら人間の思考に近いプログラムができたとしても、それだけじゃ決定的に足りないものがあると思うんだ。足りないもの？なんていうか、魂みたいな何かかな。もし自分の魂をプログラムに込めることができたら、その人工知能は強い AI になるかもしれないけど、でも魂って、あったよな、魂は、アルタイ語に。うん、よくわからないし、それにプログラマーが言う言葉じゃないよね。ごめんね、今の言葉は忘れて。あのね、とにかく今はまだ研究段階で、どっちにしろこの程度のことしか話せないんだ。人工知能か、ちょっと難しかったけど、なんか興味深い話だったな。うん、アルターエゴを作ってるって話をしてくれたんだね。また長々とつまらない話をしちゃったね。退屈だったでしょ？うん、退屈どころかすごく面白かったよ。え、本当に？じゃあさ、今度お話しするときは苗木くんの話を聞かせてよ。あと1回ありますからね、自由行動。苗木くんの話か。いや、僕の話なんて藤崎さんと違って本当に退屈なだけだから。ダメなの、本当は苗木くんの番なの。わかったよ。やった。彼女にこんな風に頼まれて断れる人間がいるとしたら、それこそ魂のない人工知能だけなのかもしれないな。うん、次行ってみよう。